息子がですね、重大な事件を犯しまして、亡くなられた方、そしておかげをおけがをされた方、本当に申し上げをとります。大変申し訳ありませんでした。社会に与えた不安もかなりあったんだろうなというふうに思っています。こちらも大変なく申し訳なく思っています。謝罪から始まった加藤容疑者の両親の会見、警視庁の事情聴取を終え戻ってきたところで行われました。謝っても謝ってもそんなに切れるものではないとは思っています。そして私ができることっていうふうなものもですね、まだ心の整理もついてない部分もございますので、親の責任について答えたとき、母親は倒れ泣き崩れました。聴取もしていると思いますので、この辺を正直に申し述べてくれればなというふうには思っております。最後にこう締めくくった父親は、泣き崩れた母親を抱えながら自宅に戻りました。